そういった背景もあってですね、いわゆるヒストリックコレクションでは、その黒いレスポールのヒストリックスペックのものっていうのをこうカタログモデル的に生産している時期って、まあ、あんまりないんですよ。50年代なんですけれども、実際その黒いレスポールってそもそもあるのかっていう、存在しているのかという話なんですけれども、これ、いらっしゃいませ。ギターバイヤーの増田です。今回はですね、定番層に見えて、実は結構希少なですね、ブラックの、こちらのようなですね、ブラックのカスタムショップのレスポール、こちらについてですね、ちょっとご紹介をしたいと思います。これがですね、まあ、そもそもなぜ希少なのか、実はまあ定番層に見えますけどね、定番層に見えるんですけれども、なぜ個体が少ないのか、まあ、実際ですね、調べていただいても、見る機会結構少ないと思うんですよね。なぜこれがまあそもそも少ないのかっていう話だったりとか、まあ、50年代のオリジナルって、まあ、そもそもあるのかとか、そういう話もですね、含めてさせていただこうかなと思います。というわけでですね、私、オンラインストア運営しております。こちらのですね、その貴重なレスポールはじめですね、お取り扱いの製品については、概要欄のリンクの方から詳細チェックしていただければと思います。合わせましてですね、委託販売、力を入れてやらせていただいておりますので、もしですね、ご売却ご検討のリターンなどございましたら、まずはお問い合わせいただければと思います。というわけで早速ですね、本題入っていこうと思います。はい、というわけで早速本題でございます。ブラックのですね、レスポールですね、まあ、エボニーカラーとギブソンではですね、その黒のカラーのことを呼んでおりますけれども、こちらのエボニーのレスポールなんですが、まずは、貴重なのか、個体が少ないのかという話なんですが、まあ、そもそもですね、黒いレスポールって、まあ、割とこう定番層には見えると思うんですよ。まあ、なんか見かける機会はなんかありそうな気は結構するんですよね。というのも、例えば、ギブソンだったらそのレギュラーラインのレスポールだったりとかっていうのは結構その年度にもよるんですけれども、そのスタンダードモデルでブラックというのがエボニーですね、エボニーというのが、存在している時期もあったりとか、今だったらレスポールクラシックというモデルだったりとか、あとはまあ最近そのカスタムカラーシリーズみたいなので、ブラックのレスポールスタンダード50スですかね。なんか最初は期間限定だったりとかいろいろしましたけれども、まあ、今もですね、一応レギュラーラインでございましたら普通にあの黒いレスポールスタンダードスタイルというかっていうのはまあ作られていると。またですね、その傘下のエピフォンですよね、まあ、要は廉価版として出ております、お求めやすいタイプのレスポールですけれども、こちらに関してもですね、黒というのは結構その、まあ、年度にもちろんよるんですけれども、結構ラインナップされている時期も長いかなと思います。またですね、これは共通なんですけど、そのギブソンでもエピフォンでも共通なんですけれども、レスポールスタジオというモデルでは、黒エボニーカラーというのはかなり定番なので、まあ、こちらもですね、結構見かける機会が多いんじゃないかなというふうに思います。ただですね、今挙げたのはギブソンのレギュラーラインだったりとか、エピフォンの求めやすい価格帯の製品の話ですけれども、実はですね、カスタムショップの製品となると、まあ、例えばヒストリックのスペックですよね、とかってなると、実はですね、極端にそのエボニーのレスポールスタンダードという、タイプというのは、極端に減るんですよね。そもそもですね、50年代、まあ、例えばそのヒストリックコレクションって、要はこうヴィンテージリーシュー、50年代の製品だったりとか、まあ、60年代の製品だったりとかっていうのを、こう、まあ、改めて作り直すというか、リプロダクトするみたいなプロダクトでございますけれども、まあ、要はそのオリジナルにいかに近づけられるかというか、まあ、そういうのがこう一つポイントな製品群になっていると思うんですけれども、オリジナルの50年代、まあ、その50年代のレスポールに、そもそもですね、まあ、エボニーカラーというのはほぼほぼないんですよね。まあ、ご承知の通り、そのゴールドトップでレスポールというのは始まっていて、まあ、オールゴールドとかもありますけど、ゴールドトップで始まって、おりまして、その後58年の途中からサンバーストというのが定番になっていく。で、61年にはもう基本的には SG に切り替わってみたいな感じになるわけですけれども、まあ、つまりそのいわゆるゴールデンエラーと呼ばれる50年代から60年ぐらいまでのレスポールの中で、エボニーカラーのものが定番的に生産されている時期っていうのはまあないわけですよね。そういった背景もあってですね、いわゆるヒストリックコレクションでは、その黒いレスポールのヒストリックスペックのものっていうのをこうカタログモデル的に生産している時期って、まあ、あまりないんですよ。実際ここ数年のヒストリックコレクションのラインナップを、見ていても、エボニーカラー、そういう黒い、まあ、トップだけとかバックも全部とかいろいろありますけれども、まあ、黒って言ってもバリエーションがあるんですけれども、そういったですね、ブラックのトップ、少なくともトップがまあ黒いタイプのヒストリックモデルのレスポールって少なくともカタログモデルにはなってないんですよね。つまり、カタログモデルでないということは、オーダーとかでリクエストされて作られたものしか存在しないということなんですよ。これは先ほど申し上げた通り、その黒っていうのが、まあ、50年代当時では定番カラーではなかったというのが、まあ一つあると思うんですけれども、まあ、そういった背景、まあヒストリックコレクションにおいてはそういった背景がある。一方で、比較的お求めやすい価格帯の製品では定番的に作られていると。
まあ、このギャップによって見かける気がするんだけれども、実はヒストリックモデルではあんまり作ってないというですね、こう差というかギャップというかが出てきているというふうに言えると思います。じゃあその50年代なんですけれども、実際その黒いレスポールってそもそもあるのかっていう、存在しているのかという話なんですけれども、これ存在はしています。例えばですね、こちらに、まあ、有名な書籍でそのいわゆるこうバーストを、集めたですね、写真集みたいな形で岩田康彦さんが、出されている、ビューティーオブザバーストの有名な書籍があると思うんですけれども、こちらの書籍にでもですね、58年のボディカラーがブラック、まあ、ボディのバックまで全部黒っていう、個体がですね、載っております。なので実際存在はしているんですね。黒レスポールというのは存在はしているんだけれども、まあまあ定番ではないという感じでございますね。まあ、かなりレアスペックと言えると思います。ちなみに面白いのが、この書籍に載っている個体、58年生なんですけど、58年生の、3000番台かなの、まあ、オールブラックのレスポールなんですけれども、面白いのが、ノブがですね、レスポールカスタムと同じノブなんですよね。まあ、通常はこういう、まあ、ゴールドのタイプっていうのが、まあ、レスポールスタンダードのタイプでは定番ですけれども、カスタムだと黒いノブがついてますよね。なんとその黒いノブがボディカラーが黒の58年生がついてると、これ結構面白いなと思います。そしてこちらの個体ですね、こちらがですね、2018年製の製品なんですけれども、いわゆるこうヒストリックコレクションをベースにカスタムオーダーという形で、まあ、カラーチェンジですよね。1957レスポールをベースとしているので、通常はゴールドトップである57モデルっていうのをカラーチェンジという形でオーダーされているというのがこちらの製品でございます。オールエボニーというタイプで、まあ、ボディトップももちろん真っ黒なんですけれども、まあ、塗りつぶしですね、塗りつぶしの黒なんですけれども、ボディバックまでですね、まあ、サイドからバックにかけてまで全てブラックで統一されているというタイプになります。で、基本的な内容というのは57年モデルに準じているので、まあ、例えば細かいところだとボディのバックプレートがブラウンになっている、まあ、ゴールドトップのバックのパーツというのはブラウンのプレートがついているっていうんですけれども、だったりとか、この年式からの特徴ですね、フレットワイヤーが細いタイプになってます。58年モデル以前のものですね、あと54年モデル、56年モデル、57年モデル、58年モデルっていうのは、オリジナルもですね、まあ、厳密には59年の途中までというのが細いワイヤーなんですけれども、まあ、こちらもですね、フレットが細いタイプ、ヴィンテージスタイルのフレットを売ってあります。これ結構見た目的にもかっこいいんですよね。で、その他も基本的には、この年式のゴールドトップの特徴を踏襲しております。先ほどそのノブのタイプが、まあ、オリジナルに存在しているやつだと黒いタイプだっていう話をしましたけれども、こちらはですね、その57年モデルに準じて、ゴールドの、ノブですね、なっていたりとか、まあ、いわゆる これも含めたトゥルヒストリックパーツを搭載していて、これは2018年、この年式からの特徴ですけど、トラスロットカバーもですね、よりですね、ヴィンテージっぽいというか、トゥルヒストリックのパーツっていうのを、採用しております。他ですね、特別、例えばネックシェイプが違うとかってこともなくって、まあ、57年モデルらしい、結構しっかりとした、ファットメラネック、採用していて、まあ、先ほど申し上げたフレットはちょっと細めになっています。ピックアップはいわゆるカスタムバッカーですね、まあ、この年式の標準的なピックアップでございますけれども、こちらを、搭載しております。で、ちょっと話戻りますけれども、これですね、黒いカラーのヒストリックモデルというのは、まあ、オーダーに、なるので、まあ、かなり個体は減ってくるんですけれども、まあ、何回かですね、オーダーはされています。まあ、近年でもですね、近年でも、まあ、数年に1回ぐらいはオーダーで何本か作られたりとかしているんで、全くゼロっていうわけじゃないんですけれども、やっぱり結構個体は少ないと。さらにですね、年式の新しい中古品でお探しになると、まあ、なかなか個体も少なくなると思うんで、結構こちらの個体もですね、魅力的かなと思います。じゃあこちらの個体の状態なんですけれども、まあ、ピッキングの後だったりとか、まあ、やっぱ黒なのでどうしても細かい擦り傷とか、まあ、元々 VOS でパーツとかはくすんでいるとはいえ、まあ、塗装面ですね、多少くすんでいるとはいえ、やっぱり傷ちょっと目指しやすいんで、さすがにですね、こう浅い擦り傷というか、まあ、そういうのはですね、うっすら見受けられる場所がもちろんあるんですけれども、まあ、一応ですね、6年前ですか、そこそこ年式が経っているものと考えたら使用感は、少なめでですね、非常に状態は、良いと思います。もちろんですね、フレットもですね、明らかにくぼんでる、減ってるみたいなところもないですし、ネック周りもですね、状態申し分なくて、もちろんトラスロットの動作は全く問題ないので、非常にですね、魅力的な、状態であると言えると思います。ちなみにですね、こちらはまあオールブラックというタイプ、オールエボニーというタイプなんで、バックまで黒いという話ですけれども、一応それに対してエボニートップっていうのもあって、トップはこうエボニーカラーなんだけど、バックはですね、こうナチュラルカラーっていうのも中にはあるんですね。まあ、こっちのタイプも2014年とか11年ぐらいかな、年式によって存在したりしてるんですけれども、まあ、オリジナルに、先ほど申し上げた通り、オリジナルに存在しているのが、まあ、オールブラックだったりとか、あとは、その、例えば、エルレガーデンの細見さんとか、
イメージあると思うんですけど、黒いレスポールの、まあ、彼もヒストリックですけれど、彼のとかもオールブラックだったりとかするんですよね。なので、まあ、どちらかというとオールブラックの方がまあ人気があると言っても差し支えはないのかなという感じはしております。というわけでですね、こちらの答えのデモ演奏ご用意させていただいております。それでは早速どうぞ。でしょうか。今回ですね、その、まあ、オールレボニーブラックの、ヒストリックモデルが、なぜ希少なのかという話、まあ、非常に見えるのかという話ですよね。まあ、希少なんですけれども非常に見えるのかという話をさせていただきました。実際、まあ、中古で流通することもそんなに、まあ、多くない、と思います。まあ、それはそもそも生産本数が少ないからということをですね、まあ、普通に例えばデジモンさんで57年モデルって検索したら、まあ、大体ゴールド出てくると思うし、まあ、58年モデルで黒っていうのも中にはあるんですけれども、まあ、58年モデルって検索したらそれはまあ3バスでいっぱい出てくるんで、なかなか少ないと思います。でこちらはまあ年式も新しいしコンディションも良好ということで、大変魅力的なお品物かなと思いますので、興味ある方はぜひですね、概要欄のリンクの方から詳細チェックしていただければと思います。というわけで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。